What's up, everyone? My name is I am Shun. どうも、I am Shun です。そして、Hi there, this is Ash. 皆さん、こんにちは、Ash です。ということで、僕と Ash 君、Ash 君、急に距離。ということで、僕、I am Shun と Ash で2人でですね、新しいグループを結成しました。はい、その名も Plus 81。Plus 81がどういうグループかっていうのを今日はこの動画で紹介していきたいと思います。はい、Don't miss it.プラス81、はい、僕とアッシュで作った新しい、新世代エレクトロギターユニット、うん、ということなんですけど、僕は主に DJ とシンガーソングライターと、トラックメーカーとして、活動してるんですけど、アッシュはギタリスト、はい、ね、メインはギタリストなんですけど、自分でもソロ楽曲とかリリースしたり、あとアーティストのあのバックギターも、はい、やってね、活動している、この2人で新しいことなんかしたいねということで、作ったグループがプラス81です。はい、はい、で、僕はもともとダンスミュージックがメインなんで、そのダンスミュージックとゴリゴリの、アッシュのね、かっこいいギター入ったらどういう感じになるのかなっていうことでね、なんか作ろうってなりましたよね。そうですね、2018年にウルトラコリアに僕出演した時に、でアッシュも一緒に出てもらったんで、はい、でその時に一緒にねウルトラコリアのステージに立った時に、なんかすごいなんか新しいことなんかやった感があったじゃないですか、なんかいなかったっすよね、ああいうスタイルで、なんかその DJ しながらギターリストいて、パフォーマンスするみたいなのがなんか結構、なんかやり終わってさ、はい、なんかいいねこれってなってね、なんかまたやりたいねみたいなね、感じでウルトラコリア終わって帰ってきたじゃないですか、はい、でその後になんかでじゃあちょっとなんか曲作ってみようよみたいな流れで、作った曲が、11月18日リリースする、はい、Give Me大事なとこ、一番大事なとこ、他噛んでいいよ。他噛んでいいけど、ここダメだよ。11月18日リリースする Give Me a Call。はい。1曲目だったんだね。そうっすね。あっという間にできましたからね。あっという間、1日で作ったよね。うん、ほんとそのノリで。ノリでね、僕ビート作って、はい、で、これ、なんか、ちょっとかっこいいフレーズ聞いてよって言って、じゃーん。じゃ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 ん。で、プラス81っていうグループを結成したんですけど、プラス81、なんでプラス81かっていうところだと思うんですよね。僕たちよく、デニーズでね、ミーティングしてたんだよね。本当、協賛ついてもいいぐらいデニーズに行かせていただいて。どんだけドリンクバー飲んだかぐらい。いや、それはあんまりデニーズのためになってないです。ほんまやな。デニーズでね、よく終電までね、めちゃめちゃね、いろんな話して、ずっとしてたんですよね。そう。で、2018年に、実はずっと決めてたんだよね、プラス81。あ、そう、名前もあって、で、シュンクの速報で、インスタグラムのアカウントも、最近公開されたんですけど、もう実は、抑えてあって、作ってあって、非公開にずっとされてたんですね。そうそうそう、もう2000、プラス81って決めた時から、もうインスタグラムの名前誰にも使えないように自分アカウントだけ取ってたのよ。はいはいはい、あの時アカウント取っててよかったなと思った。本当今多分使えないようなね、確かに誰か絶対取ってるじゃないですか、そうで、プラス81っていうグループの、グループ名の由来なんですけど、あれですよね、海外からそうですね、日本に電話かけるときに、プラス81と入れてからやるとかかるみたいな、日本の市外局番みたいなね、アメリカからかける時の日本の市外局番みたいのが、プラス81かけて電話番号をかけるんですけど、はい、なんかその、プラス81を、押して、世界中にお届けできる、日本から何か届けたいなって思いを込めて、プラス81に、グループ名をしました。はい、うん、Plus 81! 81! 2じゃない
ショートコントみたいな2じゃないゲットアウトっていう僕の楽曲で、あの今年ね、はい、リリースした曲があるんですけど、それでアッシュがフューチャリングでね参加してもらったんですけど、うん、その時にすごい楽しかったもんね。ですね、しかも早かったですね、やっぱりいろいろと。あの曲も本当1日2日ぐらいしてたもんねセッションしてスタジオ入ったらもうお互いやっぱその、はい、なんだろう、セッションがね、うん、やっぱその慣れてて、はい、もうすぐ曲できるから、ね、これいいねあれいいねみたいなのに作ったもんね。あのフレーズもすぐできたし、はい、でミュージックビデオ撮影してる時に、なんか俺はなんかこれもっとやりたいなと思って、うん、なんかスタッフもさ撮影メンバーもみんななんか楽しそうだったじゃん、はいはい、なんかあの雰囲気いいなと思って、うん、なんかちょっとやっぱ今年本格的に一緒にやらないみたいなね、はい、話になったんですよね。そうですね、うん、まあいろいろね、活動を経て11月18日にまずは1曲目 Give Me A Call をリリースするんですけど、 Give Me A Call どんな感じの曲に仕上がってますか？このかなり挑戦的な曲な気がします。確かにヘビーなリフも入りつつ、うん、ちゃんとエレクトロの要素もずしっとしたボトムあるビートもありつつ、確かに、ね、メロディアスなセクションもありつつ、ほんとなんかいろいろとこうハイブリッドな感じになってるんじゃないですか。ハイブリッド合ってるよね。合ってきます。ハイブリッドっていいね。ハイブリッド解明しますか？いいね。大丈夫です。あれよくない？なんかハイブリッドユニットよくない？ああでもその呼び名としては新しいですよね。そのキャッチコピー的な、はい、ハイブリッドユニット確かにその、うん、なんだろういろんな要素入ってるよね。その、うん、ダブステップ要素も入ってるし、うん、なんだろうちょっとロックテイストも、まあ、入ってるし、ファンクも入ってたり、そうだね。あとでもその間にポップスみたいな歌も、うん、歌メロも入ってるもん、はい、そうだ。で、まあ、いろんな楽曲をプロセイティオン何曲かあるんですよね、うん、やっぱ5、6曲ぐらいあるんで。そう、実はね。そうでも一発目にこの曲ふさわしいんじゃないかって言って、うん、あの2人で決めて、はい、今回、ファーストシングル Give Me A Call を、うん、まあ、1枚目のシングルを、はい、設定しました、はい。でまあちょっと今後ね、うん、あのプラス81の楽曲がたくさんリリースしていこうと思っているので、まあ、いろんな曲があるんで、ぜひ楽しみにしててください、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでプラス81 11月18日、新曲 Give Me A Call ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。ということで I am シュート アッシュでした。またバイバイ。プラス81